衛星の海に美しい常春の海域、ここは人魚たちの安息の地、そのはずだった。そして私も女王として始まりの制約を守り、衛星の海を繁栄させる責務があった。せん、女王とは称号でも栄誉でもありません。進むべき先を示す道しるべなのです。進むべき先、正解の道など存在しません。女王が歩いたからこそ、それが正しい道になるのです。この制約を断ち切らない限り、氷結の連鎖は消えない。衛星が指し示す先は人魚たちの末路でしかない。もしも私の選択が衛星の海に苦難をもたらしたというのなら、私が苦難をことごとく打ち破り、この海に輝かしい未来を取り戻しましょう。